にちは。私とステファンは今日はゴールデンサークル一つ目のスポット、スイングフェトロル国立公園に来ています。で、天気が晴れてきて、見てください。湖に太陽が反射して、めっちゃ綺麗ですよ。で、今日は私の友達が関西から二人来てくれてます。ゆうたとこうちゃん。イエーイ。あ、祭りだよ。はい、そうですね、こちらがスイングフェトロル国立公園の展望台なので、ここからアイスランドの2つの構造プレートが見えてます。まずはここ北アメリカプレートがここまでありますので、そして国立公園と、向こうからユーラシアプレートがあります。で、ここから見ると、スインガトラはアイスランドの一番大きい湖がありますが、有名なところはすごく大きいマスがいます。有名なので、スイングフェトロル国立公園は2つの構造プレートの間にあるから、いろいろの割れ目も亀裂もたくさんあります。で、今からはアルマンナギャオという一番有名な割れ目の方に歩いて行っています。そしてアルマナキャオの有名なところは、930年にアイスランドの議会、アルシンギという議会なんですが、がこちらのアルマナキャオで設立されました。つまりアルシンギ、アイスランドの議会が世界で一番古い議会なんです。で、今はアルマンナギャオの中にいますので、左手に北アメリカプレートがあります。おお。今日のゴールデンサークルツアーでは、一人で来てるわけではなくて3人も来てます。イエーイ。ユータ、ユーキとシェリン。祭り。北海道から来ました、シェリンです。大阪から来ました、ユートです。大阪から来ました、小出です。3人合わせて、はい、それでは今からスイングフェトロル国立公園から出て、次のところはゲイシルに行きます。それではみんなワープしよう、せーの到着。はい、それでは今ゲイセル完結線に来てますので、こちらはもう一つの完結線なんですが、ストロックルが名前で、だいたい6分ごとに30メートルの噴出があります。そうなんです。はい、見ました今までのゴールデンサークルどうでした？ここは僕らのナースカイ、ゲイセル。質問の舞台になってね。関西弁バリバリで喋って。僕たちは今アイスランドの何やったっけ、完結線やった、完結線に来ております。正味めちゃめちゃ寒いですけど、くっ、うおー。今私たちは FCW に来てます。ここには牛の牧場があって、その牛から作ったアイスお腹で買うことができるんです。おいしい。はい、それではですね、もうすごいなんですが、ゴールデンサークルの最後のグッドフォース滝に着きました。で、グッドフォース滝が、氷河の川の滝なので、そちらの方にあるラン曲という氷河からここまで流れてきています。はい、今私たちはグッドフォースの滝に来ています。天気がね、全然いいので、コーヒー飲みながら、ゆっくり、はい、ゆっくりできます。私たちは今フリーザヘイマル
トマト農場に来ています。そしてこの箱を見つけました。中に入ってるのはなんと何ですか。何ですか。蜂です。おぉすげえ。はい、そうですね、ここはフリーデマルというトマト農家なので、そのトマト食べてみましょうか。そういうことです。ゆうたさんのおすすめはトマトスープです。よし、こちらの農家さんが作ってる 100% の純度を誇るトマトスープ、ご賞味あれ。こちらがこのトマト農家で一番有名なトマトショットです。なんとお値段1,000円。はい、どうぞ。入れてます。おお、めっちゃトマトじゃないです。いや、あのトマトじゃない。おいしい。シリンさんのおすすめは。私のおすすめはノンアルコホリックブラッディメアリーバージンメアリー。私と同じでバージンです。うん、おいしい。トマトがすごい。で、このカクテルのポイント、タバスコで一気に辛くしちゃうよ。入れ方はこう、人差し指で優しく背中を押す感じ。出てこない。最後はそう、匂いが辛い。コメントアホやん。はい、それではこれが今日のゴールデンサークルのツアーの終わりなんです。ありがとうございました。